皆さんこんにちは、 D ドライブのちーこでーす。はい、ということでですね、9月の18日に突然マーシャルレコーズからリリースされました D ドライブの新曲 Begin Again、 皆さんも聴いてもらえましたか？今回はですね、この Begin Again がもっと好きになるドラムフレーズを紹介したいと思います。今回の Begin Again という曲はゆきちゃんの曲になります。 D ドライブの新しいスタートを切るときに、もう一回ここから頑張るぞっていう思いを込めて作った曲なんだそうです。ドラム的には力強くてパワーを感じるようなフレーズをたくさん入れました。イメージ的にはムキムキの外国人のドラマーがパワフルに叩いているようなイメージでやってます。それでは早速ですね、この曲の中で何回も何回も繰り返し出てくるフレーズについて解説していきたいと思います。このフレーズはですね、三つ割りとか三つ取りとか言われるフレーズになります。私は三つ取りっていうことが多いんですけど、三つ取りのフレーズって結構みんな知らず知らずのうちにやってること多いと思うんですよね。なんですけど、今回はあえてそれを一から解説していきたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。この Begin Again という曲を聴いてみたいなと思った方は今サブスクで聴けるようになってまーす。もしよかったら Spotify の方は D ドライブのフォローもお願いしまーす。ということで D ドライブのドラムのちーこでした。ご視聴ありがとうございました。